いきますよ、せーの、はお、よいしょ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 、はーい、見てください、めちゃめちゃ美味しそうですよ。アイドルグループアンジュルムの川村文乃さんがマグロの解体ショーを披露。豪快なパフォーマンスで会場は大盛り上がりです。なんといってもやっぱり綺麗な海や川、山、自然豊かなところも大好きですし、やっぱりそうですね、食べ物が美味しいところが好きです。カツオとかマグロとか海のお魚はもちろんなんですけど、川のお魚、アユとかも本当に美味しくて、あとはナスとかみょうがとか柚子とか野菜とか果物も美味しいもんが多いき、高知の食べ物で四季を感じられるところが、私が高知を好きな理由です。川村さんが登場したのは地元高知県を PR するイベント。川村さんはアイドルでありながらも女性で初めて1級マグロ解体師の資格を取得したことでも知られています。アイドルグループアンジュルムというグループでマイクを握って歌って踊ることが多いんですけど、マグロの解体ショーはそのマイクを包丁に持ち替えて口上を言いながらさばくっていうのがちょっと似た感覚で、やっぱりマグロって美味しいじゃないですか。この美味しいマグロをどんどん解体していって最後に食べれるっていうのが一番嬉しくて幸せですね。そんな川村さんがマグロの解体ショーを披露。高知県産の40キロのキハダマグロを解体です。それでは早速解体ショーを始めたいと思います。さあ皆さんお立ち会い、これより川村文乃のマグロの解体ショー始まりマグロの兜を切り落としていきますよ。いきますよ、せーの、はは、はい、この長い包丁を使って、兜を切り落としていきます。切り落としたと同時に盛大な拍手で迎え入れていきます、はい、いきますよ、せーの、ほっほっほっ、いきますよ、せーの、ほっほっ、なかなか骨が太いですね。はい、切り落としました。見てください、わー私の顔と同じぐらいじゃないですか。はい、いいですかね。この兜には珍味と言われる頭肉、頬肉、顎肉、コラーゲンたっぷりの目玉、焼いたり炙ったり煮たり加熱処理して食べるとこじゃんとうまい部分になっちゅうんです。よいしょ。釜を切り落としたり切り込みを入れたりとマグロを次々と解体。普段は見慣れないこんな包丁も。いきますよ、せーの、はお。はい、この包丁は先ほどの包丁よりさらに長尺、倍ほどのね長さがあって、刃先の手元と干支の呼吸が合わんとなかなか使いこなせる包丁じゃないがやけど、身を一節切り落とすときに使用します。よし、いきます、せーの、よいしょ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 。はい、木の板に乗ったと同時に盛大な拍手で迎え上げてください。せーの、よいしょー、おー、見てください、かなり重たいですめっちゃ綺麗じゃないですか。いい色が出てますね。美味しそう、もう今にもこれをかぶりつきたいぐらい美味しそう。続いてはメインとなる上身の腹一節切り落としていきます。こちらはね、マグロの中でも特に極上の美味しいところになっちゅうき、切っていきますよ。ほい、ほほほ。続いてはね、この会場にいる皆さんと一緒に掛け声を合わせてやっていきたいなと思うんですけど、私が「よいしょー」と言ったら「よいしょー」と言ってください。高知県の水産課の皆さんもぜひじゃあいきます。いきます、よいしょ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 。はーい、盛大な拍手で迎え上げてください。せーの、よいしょ。はい、見てください。はい、この状態やとね、あんま見たことない状態やき、乱れたブロック状にして断面をお見せしたいと思います。はい、はーい、見てください。こちらから腹上、腹中、腹下となっております。このね、こっち側の腹上の白い薄皮の下の部分が私も大好き大トロの部分になっちゃうんです。ここの下の部分ですね。こんな感じで川村綾乃のマグロの解体ショー終了となります。ご読みいただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。アイドル姿では見せない川村さんのかっこいい一面を見ることができましたね。川村さんがマグロの解体ショーを披露の様子をお伝えしました。